大体5、6キロっていう感じ、あと。ちょうど左前方遠くに栗駒山が見えてます。この時期は登るのはまだ厳しいけど、秋、紅葉の時期、また行ってみたいなって思ってます。骨寺村っていうあの集落あるんですけど、荘園遺跡だっていうのは荘園、何の荘園、中尊寺の荘園かなとか、まあ思うんだけど、中尊寺じゃなかったらその関係の寺で、何か変わったものあるんかやったら、例えば、空から写真撮ったら平安時代に撮った写真と今の写真がほぼ一緒。それからあのこっちの方もあの屋敷林っていうのを植えてるわけ、どこの家も。つまり家の北西側に植える、大体ね、まあ、北側っていうか北西側っていうか、植えてるわけです。それで、こっちから行って、今日は奥の方から歩き始めようと思ってるんだけど、奥の方から骨寺村全体見たら家が見えない。そして歩いてるうちに、お、横見たらあったってね。そういう風に行くだけ行ったら、あ、あっちに見える、こっちに見えるって、まあ、なるわけですけど、そういうふうになんか家が忍者みたいに隠れててポコポコ出てくると、歩いてればね。